ん？これはお宝の匂い。お先に失礼するぞ。おい。え、怖い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 。何やってんの？めっちゃでっかい木や。なんだなんだ。え、何？もう動けるんだけど。蝶々いっぱい飛んでる。え、何なんだ？どうすればいいんすかね。あ、ここから入るんか。で、一旦セーブ。とりあえず今もうね、満タンやけんね、体力も。え、なんかすごい永遠に続きそうな感じの階段。でもこういう階段ってさ、なんか途中で後ろからなんか魔物が追いかけてきたりとかせん？なんか外に出たぞ。絶対しんどいパターンやん。これ、なんか入るんかな？なんかそのまま上にも行けそうな感じがしたけど。まあでも多分これを繰り返していくのだろう。いい、絶対しんどい。お、もうつい。あなたですか、ビッグ Q ちゃんとは。お、よく来た。普通に喋るんや。誰かがここに来るのは何年ぶり。忘れちゃったほど久しぶり。いかにも、私はこの島の主、ビッグ Q ちゃんだ。困ってることなら何でもかんでもどんどん言うとよい。苦しゅうない。フランクだな。おお、あんたがマリオか。なるほど了解。火山に来たし、道はなし。それで困ってるわけだね。オッケーだ。助けてあげる。実はこのビッグ Q ちゃん、あんたがここに来ることは星のお告げを聞いて知っていた。あんたに渡すすごくて大事なものがある。え、なになに？でも、それは後で。まずは火山へ行くための道を何とかしてあげよう。びっくりした。キュキュー。あ、なんかちっちゃい子たちがいっぱい落ちてきた。かわいい。なになに、どうするの？キュキュー。よく来たキューちゃんたちよ。お仕事ができたのだよ。これから説明するので、よーく聞くように。お？ということなのだよ。よーく聞いた？聞いたならよろしい。なんだ？さあ、みんなで行くのです。ささ、私の後にきちんとついてくるのです。体重そうだな。あ、とかあれか、飛んで連れてってくれるとか思ったけど、君たち羽は生えてないのか？なんか途中の道気になるよね。あー！おい待てよ、途中の道が気になるっつってんだ私は。ちょ、一旦戻るね。なんかさ、なんかそのまま登っていけそうみたいなこと言ったとかあったやん。ああいうところって、なんかあるんやないん？アイテム的な。ないかな。まあアイテムあったとしても取れんかな。今私アイテムいっぱいないよね。いやでもとりあえず見るだけ。あ、何あれ。何これ。ハッピーハートのバッジをゲット。バトル中に HP を少しずつ自動的に、あ、めっちゃいいやん。少しずつ自動的に回復？え、絶対いいやん。ちょ、待って、つけようつけよう。ただバッジ、え、どれぐらい使うかな。どこや？ハッピーハート 3かー。ちょっと待って。3、地震アタックいらんな。え、しかしハートフェールは絶対いるやろ。ネガウのパワーもいる気がするんやけどなー。ねえ、回復、あ、でも自動的に回復してくれるんなら、え、どれぐらいずつ回復してくれるんやろ。その辺もわからんけんな。あ、でも一旦とりあえずこの3つ消して、ハッピーハートつけてみようか。
え、マジどれぐらいずつ回復してくれるんやろ。そこ大事よね。だって、こっちがターン数を消費せずに、そうやって、回復してってくれるんなら、寝顔のパワーよりそっちの方がいいもんな。確実にそっちの方がいいもんな。直接降ろさせてくれよ。順番に降りないといけないのか。よし、これで一旦セーブしとくか。よし、オッケーオッケー。次はバッチのやつも増やさんといかんな。どうも、待たせたね。おりゃっさっさー。うわ。ささ、行くのです。めっちゃ力技。火山への道がこっちにあるの？なんだなんだ？みんな後からめっちゃ来た。はい、わかった。準備は OK だ。さあ、キューちゃんたちよ、道を作るのです。え？なんか一匹のロイノがいるな。しばし待ちなされ。なんか最初もね、あの一匹だけ汗汗みたいな感じやったし。あれ？むむむ、これは。あ、そういえば、一緒に来てたの忘れてたな。ここにもついてきてたのか。キュッキュッキュー。完成なのです。キュー。お、さあ、これで火山に行けるようになった。おお、素晴らしい。これで火山の中に行くことができそうだよ。では、マリオくん、お先に行かせてもらうよ。なんでやねん。古代のお宝が私を呼んでいる。なんで先に行くんだ。もういないんですけど。あののこの子、先に乗ってくなんて結構ずうずうしいな。それはともかく、さっき言ってたすごくで大事なものをあげよう。言ってたんか、そんなこと。さあ、これを受け取るといい。ウルトラストーンをもらった。ランクアップの時に仲間をウルトラランクにできる不思議な石。ウルトラランクってなんだ？そいつは大昔、ビッグキューちゃんがこの島で見つけたウルトラストーン。そいつを持っていれば、もしこれからあんたがスーパーブロック見つけた時に、スーパーランクになってる仲間をさらにウルトラランクにパワーアップさせることもできるのだ。今のが限界じゃないってことなのか。え、これは？もうこの一個だけ？仲間のパワーアップがあんたの冒険がうまくいくための鍵となるだろう。誰に使えばいいんだろうか。と、星の精がお告げで言っていた。くれぐれも大事に持っときなさい。では私は帰る。さようなら。どうもどうも。こっちには何もないの？あ、なるほど。ここが火山なのか。さあ、向かいますか。どうも。キュキュキュー。これに捕まるんだ。すげえ。今多分、私の体力は満タン。OK？怪しげなところに来た。お？マリオと判明。ボスに報告、報告、報告。なんだよ。お？なんだか危険な香りがしている。しかし冒険に危険はつきもの。未だ知られざるお宝目指して前進あるのみだよ。死ぬまでやってるな、きっと。なに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 ？やけど？熱ー！なんだこの岩は？沈むじゃないか。あ、そういうこと？早く渡らんといかんのやね。どうぞマリオくん、ぜひとも先に行きたまえ。あちちち。何様子見しようとしてんだよ。
素早く。え？え？どこに行けばいいんだい？あ、なんかやってきた。そういうことね。早くやってこいよ。なんか敵いるんですけど。やめて。こっからは多分また沈むやつ。よっしゅー。中にも同じ仕組みがあるな。これも作ったのか？急にブロックが出てきた。やだー。で、進みます、私。ん？こっちにもなんかあるのか？セーブポイントがあった。一応セーブしとくか。ダメだな。戻れなくなったぞ。ねえ、戻れなくなりましたけど、あのジャンプのところ行っておけばよかったなと今すごく思ってる。ね、何かいいものがあったかもしれない。なんかブクブクいってるのはなんだ？何なんだろう。グツ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 。あれ、いけねえな。こっち側まだいけんってことか。なんだ、どこに行けばいいんだ私。こっちじゃなくてこっちってことか。ひぃ。ん、なんだなんだなんだ。おお、あれ、こんなところまでやってきたの？いつの間に。これさっきのところよね、きっと。あ、ですね、ですね。いつの間にやってきたんだ。私の勘ではこの奥が怪しいと思うのだが、何やら怪しげなブロックで取らされてしまっておるのだ。むむむ。で、こっちのジャンプのやつよ。よし。ん？こっちは？ん？これは来た場所か。あ、なるほど。いつでも戻れますよっていうことか、簡単に。なるほどね。そうっぽい。こっち行ってないんじゃない？ひぃ。痛い。待って、めっちゃ体力削られてる。あ、これパワーアップじゃない？ほら、仲間は一人ランクアップできます。よし、誰をランクアップさせようか。どうしよっかなー。とりあえず、カメキがまださ、来てないんよね。連続頭突き、ウルトラ爆発、乱れ飛び、レサレサ、レサレサじゃない、ハリセンビンタ、しびれ波動、ジェット噴射。でもここさ、炎タイプのところ、炎タイプ、マリオにそういうのあったかな？わからん。まあでも一応相性的なのはあるっぽかったよね。ここ火山やし、やっぱおぷくさんが活躍してくれるんじゃないかなと思うので。よし、おぷくさん。ランクアップしましょう。おぷくはウルトラランクになりました。やったー！まあでもなー、フラワーポイントもめっちゃ使うんやろうなー。帰りの方がやりやすかったりとかしないな。あ、でも生き死よりかはマシか。今おぷくさん10って並んかった。大丈夫？
え、これあれよね、ボスの手前になったらちゃんと回復あるよね。またじゃないと無理ですけど。あんな入り口のところにしか回復なかったとしたら無理ですけど、大丈夫よね。で、どうすればいいんやろうな。どこに行けばいいんだろうな。あ、そうや、ここはあれか、行き止まりのところか。ふむ、どうすればいいんだろうか。え、ここをさ、パレタで飛べたりとかするかな。あ、使えるやん、今更ながら。パレッタ、え、飛べるかな。なんか途中でボチョンボチョン落とされたりとか。あ、いけるいけるいける。なんもないけど。でもこのブロックがどうすればいいんやろ。あ、え、これを押していく。押してどうするんやろ。まあ、一応なんか、パレット使わんでも渡れるようになるけど、これで。んで？あ、え、せき止めることができたってこと？いいやん、いいやん。で、なんだ、どうするんだ。下？あ、これで下が、なんかなったんかな。あ、でもさっきあの距離渡れたってことは、ここもパレットで渡れるぞ。なんかそこ少なくなった意味はあったんかな。お、宝箱がある。多分このタイプのやつは全部もうこうね、やっとけばいいのでは。で、ここはなんか、多分これで、え、これ合ってる場所、1、こうか。こうすればこの距離はパレッタで渡れるってことなんじゃない。ほら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 、よし、来ないでくれ、役になって。よしよしよし、やったー、宝箱。ウルトラハンマーを手に入れた。マリオのハンマーの攻撃力がアップ。さらにメタルブロックを壊せるようになったぞ。メタルブロックっていうのはこれのことか？うわ、すげえ、粉々。かっこいい。素晴らしいやん。なるほどね。これで進めるようになったわけだ。やったやった。連れてって。こっちにもあったよね。やばいな、こんなのもう、どんな敵でもいけるんじゃない？え、ここ、え、どうかな？こっちなら、え、わからん。あ、いけたいけた。なんか宝箱あるよ、ここも。ん？目回し踏みのバッジをゲット。うまくいくと少しの間、踏みつけた敵の目を回して動けなくする。うん、うん。ひ。いい。さあ、帰ろ帰ろ。んで、あとは、あのブロック。え、さっきまでこんな煙充満しとったっけ。え、ずっとあったこれ。なかったような気がしたのは昨日。え、あったっけあんなの。わからん。ひー、痛い。だまー。なんかこれより前にもあった気がしたんやけどな。気のせいかな。ないね、別に。
よし、じゃあこれを破壊して進みますか。これが一番最初かな。ささ、マリオくん、遠慮はいらない。どんどん先へ行きたまえ。言われなくても行く、何？ん？これはお宝の匂い。お先に失礼するぞ。おい。え、怖い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 。何やってんの？ギャー！え？しっかりして。この下は行けなさそうか。うえい！うわぁ。ほら、やっぱこういう感じの場所って追いかけられるんやって。怖い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 ！え？え？今のはさ、ちゃんと行けるやつやったんかな？わからないんですけど。それとも必ずあそこでやられるパターン？そんなことはないか？あ、怖いです。痛い。やっぱ反対回りのやつきついな。ちょ、早く早く。やだ、やめてよ。ちょ、早くおいで。早くおいで、足場。こっから下がることができねえんだよ。そろそろ、ハートの入ったボックスが欲しいんですけど、ないっすかね。え、あれ落ちてくるパターンじゃない？痛い。マリオくん、ちょっと待ってくれたまえ。怖いよ、不死身だよ。はあ、私の手にした情報によるとだな。どうやらこの先にお宝がありそうなんだよ。なんだよ、どこで調べ物してんだよ。やっぱ、あれ必要なんか、トゲトゲのドッスンみたいなやつ。あ、あのブロックを持ってきて、足場にして登るんやな。で、多分、あれが転がってきて、ここの、壁を壊すっていう仕組みなのだろう。きっと。でも、あそこにいたら今度は、潰されると思うんだけどな。踏んだり蹴ったりだな。落ちたり潰れたり。もう潰れることは私の中で確定なんで。え、でもこれ私もやられるのでは。怖いよ。ひー。あ、まあでもこれは横に避けとけば、とりあえず。あ、ギャッピ。泣いてる。泣いてるよ。ペラペラしてるよ。甲羅が割れそう。大丈夫？そしてすっと行くマリオ。かわいそう。おい。だから学べって。近い、近いぞ。近いところにありそうだよ。私の勘だと、こっちだ！あ、ボスかな？回復がある。そしてこっちは何？なんかあるんかな？セーブか。とりあえず回復してからセーブしよう。なんで分けた場所に置いてあるんやろ。よっ。セーブ以外にもなんかあるんじゃない？なんか、こっち空間ありそうやもんね。まあ、とりあえずセーブして。んで、こっちは？なんかアイテムとか。マリオ、以前侵入中、星の精を捜索中と判明。ボスに報告、報告、報告。あれ？ちょっと待って。え、でもセーブがこっちにあるってことは、こっちが、ストーリー的に正しい道ってことかな。じゃあ一旦こっち。本当になんかお宝があるんかもしれん。
スーパーキノコ、メイプルシロップ、まあいらんかな。それはあれ、何もなかったな。いや何、私の勘もたまには外れる。諦めてはいけない。一旦戻ってみようじゃないか。お宝は下の方にあるのかもしれん。ん、これは何もない感じか。また潰されてくれるんかなと思ったけど。